ハイのフェルヒはドイツの俳優。船長の息子としてブレーマーハーフェンに生まれる。15歳の時故郷の私立劇場でミュージカルの舞台に立ったのが役者としてのキャリアの始まり。一方で在学中は体操競技のジュニア代表選手の一員としてヨーロッパ各地を回った。1987年、ザルツブルクのモーツァルテウムを卒業。演劇を専攻したか。 タップダンス、バレエ、歌唱を学んだ。卒業後、自由ベルリン大衆劇団に加入。1990年にシラー劇団に移り、軍刀、お沖に召すママなどの舞台を演じ、また、ザルツブルク音楽祭やミラノスカラザ、ウィーンのブルク劇場にゲスト出演した。映画初出演は1987年。その後着実に経験を積み、 1997年には様々なジャンルの9本の映画に出演、うち7本で主役あるいは準主役を演じた。1998年にはトム・ティクバ監督のランド・オーラ・ランに出演。さらに2000年にはテレビドラマトンネルに出演した。2004年にはヒトラー最後の12日間に出演。活動はドイツ国内が中心だが、 フランスからの出演オファーも多くなっている。東西ドイツ最統一前後の1987年から2006年までベルリンに住んでおり、その経験は演技にも反映されている。2000年まで年上の女優と交際、その後女医と生活して、数目メを設けたが、2002年に知人の紹介で知り合った馬術競技の元ドイツ代表選手と交際を開始、2005年に ほぶの上で、結婚式を挙げ、バイエルンのアマは湖畔に今日移した。夫妻の共通の趣味はポロで、その信仰団体に属している。ありがとうございます。